ブリーチ花垂れし、野望は2006年2月16日にソニーコンピュータエンタテインメントから発売されたプレイステーション2用の RPG。クボタイト作の漫画、ブリーチを原作とした RPG。ブリーチが RPG となったのは本作が初となる。内容は死神代行として今日退治する高校生黒崎一吾が 仲間と森邸十三体の死神たちと協力して、オリジナルキャラクター、天罰、万水の野望に挑むという、久保隊と監修による、原作、アニメ準拠ではないオリジナルストーリーを展開する。一守モルガルキアから、死神の力を与えられ死神代行となるところは、共通しているが、現世メンバーや森邸十三体の隊長格の、死神との出会い方やストーリーの進み方が異なる。 パラレルワールド的構成となっている。霊感の強い高校生、黒崎一吾は死神、朽木ルキアと出会い、ルキアから死神の力を得たのを機に死神代行として、今日を倒す日々を送っていた。そんな中、代行の仕事をしていた一守るとルキアはクラスメートで、ある滅却師、石田ウリュウと出会い、霊力が高い二人の人間の存在がいることを知る。そして、 その霊力が高い人間である市守ると同じクラスの井上織姫と茶、渡り安志らも、巨の事件や市守るとの関わりの中で自身の霊能力に目覚めていくのだった。ある日、巨との戦闘を終えた市守るたちは倒した巨の仮面から落ちた千里玉と呼ばれる結晶を発見する。一方、屍ネ魂会では、 魂草されたコンパクが、屍ね魂界に行き届いていないという異常事態に直面していた。一守は、ひょんなことから、現世調査に派遣された森邸十三体の体長角の死神と開講する。段階に開いた横穴、元生の巨、現世、屍ね魂界に出現した門、そして次々と強化される巨たち。 次々と湧き上がる世界を揺るがす事態の影にはかつて、屍ネタマシー会を追放された死神、天月、万水の野望がうごめいていた。プレイヤーは一マモルを操作して、フィールド上を移動し、探索する。主なフィールドは、現世、空座町、屍ネタマシー会、段階、巨剣。一マモルが、死神化している状態で屍ネタマシー会以外の、フィールドを歩いている場合、 巨都のエンカウントバトルに突入する。地里玉を持つようになってからは、ストーリーの展開上で起こる場合と特定の場所を、通るまたは任意で選んだ選択肢によって、一森以外のキャラクターによるイベントやバトルが行われる、ザッピングイベントが発生する。また各フィールドから出た後に表示される、ワールドマップでフィールド内のエリアを行き来できる。一守るの家や各地で光っている場所が、 セーブポイントとなる。セーブポイント近くでボタンを押せば、セーブ画面が開く。なお、セーブをしてもしなくてもパーティーが今までに受けたダメージが全回復するため RPG における宿のような役割も担っている。各フィールドの詳細は、世界観を参照。移動中にボタンを押すと表示される。所持金の残高確認や音量調整。使用キャラクターの能力を確認できる。 アイテムの使用やパーティーの強化、パーティーのたじ位置変更もここで行われる。また回復系の技を持つキャラはこの画面で回復技を使用することができる。一周目をクリアした後にゲームの流れや分岐イベントを確認できるヒストリーが追加される。なお、一回クリアした場合でもアイテムの残量も含め、今までのレベルや能力を二周目以降からも引き継ぐことができる。 パーティーコマンドエンカウントバトルに入ると、戦闘を開始する、バトル、キャラの前衛、後衛の立ち位置を変える、フォーメーション、バトルを終了する、エスケープ、全キャラクターの行動がみな、アタックになる、オートバトルのいずれかを選択する。バトルコマンド、バトルを選択し、戦闘に入る。戦闘はターン制だが、指定したキャラクターの反応力が、敵の反応力より劣った場合は、 敵のターンに移る。使用キャラの人数は、最大で6人だが、ストーリーの進行によって異なる。キャラの使用方法は、操作方法は以下に記す。攻撃手段自分、または、敵が攻撃をする際に表示される光る円、タイミングエフェクトが表示されている状態でボタンを押す。ことで必殺技やカウンター、フォローイングアサルトを繰り出すことができる。必殺技。 合体技を発動する際、フリーダムゲージと呼ばれるゲージが現れる。フリーダムゲージは、帯の真ん中の線と線の上を右に向かってランダムに動く点で構成されており、点の位置によって攻撃力が変わる。なお、線に近ければ近いほど攻撃力は大幅に増す。攻撃力の高さは、バット・プア・グッド・ベライ・グッド・エクセレントの5段階に分かれている。 合体儀を出す際は、技の種類により、単体技か全体技に分かれるが、タイミングエフェクトが表示されることはなく、フリーダムゲージで攻撃力を判定する。戦闘終了後の得点戦闘が終われば、報奨金と各キャラクターに経験値が与えられるほか、場合によってはアイテムを手に入れられる。また一定のレベルに達することができれば、必殺技や補助系の技である。 スキルを得得することができる。画面に表示されることはないが、ザッピングイベントを行った回数やスキル、無駄口、フォローイングアサルトなど、連携や回復を行えば親密度が上がり、親密度を上げた対象との合体技の得得や、冷圧上昇が容易に行える。それ以外にもストーリーの分岐に関わる役割を持っている。ありがとうございます。